人肉検索とは、中華人民共和国本土をはじめとする中国語圏のインターネット上において行われている活動。多数の特命人物間でやり取りを行いながら、検索エンジンによる検索と、人手による公開情報の検索との両者を駆使し、ある人物の名前や所属を特定したり、事件の真相を解明したりする。人肉という言葉は、 コンピュータを用いた一般的な検索とは異なり、人の手が介在することを表している。もともとは、Q、Q&A 型の質問サイトや、そこでの情報調査を指す語であったが、2006年、頃からはこの仕組みによって、インターネットコミュニティのいわゆる、炎上に際して、個人を特定し、個人情報を暴露し、責任を追求する動きが行われるようになった。 中国においては、一般人を対象とした攻撃が、暴力性を指摘されながらも一方で、汚職管理の追求などの役割をも果たし、2006年から2008年頃を最盛期として猛威を振るい、社会現象として国外にも紹介され、映画化もされた。人肉創作という語は、検索エンジンによるネット検索から派生した表現である。 元々は利用者の質問に他の利用者たちが答える Q&A 型の質問サイトを指す語であり人力検索あるいは人力検索エンジンと訳すことができるこのシステムは日本のヤフー知恵袋や人力検索ハテナといった質問サイトと変わることはない2008年の中国ネット社会の動きについて記した山谷武氏の記事はこうした従来の 人肉創作という語に、ネット利用者たちによる、個人情報の暴露、共有、追求といった、新しい意味が付け加わったと記している。静岡大学情報学部の高広京都、中尾賢治の論文は、人力検索は中国語で、人工創作と表現されるものとし、人肉創作とは異なるものと定義している。すなわち、人力検索が、 不特定多数のユーザーが特定の一人のユーザーに情報を提供するシステムであるのに対して人肉検索は特定多数のユーザーが特定の一人のユーザーの呼びかけに応じて標的になった人事件の情報を捜索しネットで公開する社会現象である。もっとも人工捜索と人肉捜索は中国でもしばしば混同されているという。 こう、中尾は、人肉検索は、中国の社会条件に根ざした、中国特有の社会現象としているが、一方で似た現象は、日本や韓国、米国などでもあると言及しており、中国だけのものではないともしている。古畑康夫は2011年の文章で、人間による、クラウドコンピューティングという比喩を用いている。英語圏では、 イギリスの公共放送である英国放送協会が人肉検索をヒューマンフレッシュサーチエンジンと翻訳した。インターネットコミュニティによる個人特定の動きについてウィッチハント、ジャイニーズスタイルインターネットマンハントといった形容で説明している。また中国の国際放送である中国国際放送はサイバーマンハントと訳して説明している。東アジア。 東南アジアのインターネット普及率。暗視色が低い普及率を、緑系の色が高い普及率を示す。社会現象としての人肉検索は、中国でインターネットが急速に広がった時期に発生した。中国のインターネットは2000年頃に普及し始め、2005年頃には強力な発信手段となった。クニックによれば、 2005年6月のネット人口は1.03億人であった。2007年12月には2.10億人。2008年6月には2.53億人と増加し、2011年12月には5.13億人に達している。子供が高校生や大学生になるのをきっかけに、親が PC を買い与えることが多いとされ、ネットユーザーにおける若年層の割合が高い。 2011年12月現在でも30歳以下のネットユーザーが58.20%を占める。こうした中国インターネットの若さはネット社会の想像力と破壊力の総方の要因として注目される要素である。もともと人肉検索とはより多くの人間の参加によりサーチエンジンが提供し得る情報の正確性をより 高めようというシステムのことを指す。人肉検索において最も著名なものはインターネットコミュニティサイト、モップによるものである。モップは人肉創作と称する掲示板を設けポイント制などを導入して利用者の参加と定着を促していた。広い意味での人肉検索サイトとしては、このほ0百度、友道、地、人などが挙げられる。 中国においてインターネットが普及しインターネットユーザーが増加するにつれて様々な炎上も生じるようになった。またその過程で個人の特定個人情報の暴露なども行われるようになった。2001年にはあるユーザーがネット上に交際相手として掲示した女性がタレントと指摘され合わせてこのタレントの個人情報が掘り起こされた。2005年には インターネットコミュニティ、天外社区で活動していた著名ブロガー、毒、が、過去の発言など、ネット上の公開情報が検索されて、本名や職業、居住地を特定され、さらには、家族の個人情報も暴き出されるという事件が、発生している。2006年の猫殺害事件、人肉検索が、炎上と結びついて着目されたのは、2006年2月に、 発覚した猫の殺害事件であるとされる。この事件は、中年女性が猫を無事らしい方法で殺害する一連の写真をネットに公開したもので、激怒した人々は人肉検索を駆使し、問題の表面下から6日ほどでこの女性を特定した。2月26日深夜、猫虐殺写真を発見した、ネットユーザーが、モップの 人肉捜索掲示板で問題を提起、この人肉捜索掲示板を中心として犯人探しが行われた。当初は写真投稿者の IP アドレスや ID などからの調査が試みられたが、3月2日に猫を殺害した女性は国流交渉の傍聴の病院の看護師だと告発をするユーザーが現れた。その後、 写真に写っていた橋の所在が特定されるなど状況が進展。3月4日には猫殺害写真公開に関わった3人を特定するに至った。猫を殺害した女性の住所、電子メール、電話番号、身分証番号が暴露され、この女性と撮影に関与したテレビ局職員は職場を追われた。2006年から2008年、 人肉検索の最盛期、人肉検索は、この事件をきっかけとして、インターネットコミュニティによる炎上に際して、疑符に駆られた人々が、彼らが悪党をみなしたものを求断し、彼らの正義と秩序を実現するために用いられることになる。人肉検索は、インターネットによる公開情報の検索を中心としつつ、個人の経験と知識などが加えられて検討される。 当事者のメールアカウントなどに侵入して、情報を得るケースもあるという。モップの人肉捜索掲示板のポイント性は、参加者のやる気を高めて、競争を行わせることとなり、バウンティハンターと呼ばれる、ユーザーの出現を見た。こう、中尾論文は、当事者の心身や社会に悪影響を及ぼすような、悪質な人肉捜索は2006年から2008年に、 集中しているとする。2006年から2008年にかけては、動物虐待者、不倫を行った者、人を死に追いやった者など、倫理に背く者への追求として、人肉検索が行われた。この時期の人肉検索は時に、娯楽的に行われ、またしばしば激しい暴力性を伴った。この時期には、中国の新たな社会現象として、欧米や日本のメディアにも、 人肉検索が報じられることになった。2008年4月1日には中国 Google が Google 人肉創作を開始するというネタを披露した。また2008年後半からは人肉検索の新たな傾向として権力を持つ者の応募や行政機関の腐敗など公共性に目を向けるものも登場した。 2008年10月には女児に対する挨拶事件を起こした上に暴言を吐いたとされる高級管理に攻撃が集まり当該の管理は失脚した。2008年12月には不動産価格の下落に対して格安で売った不動産業者を処分すると発言した不動産管理部門の局長が反発を買い人肉検索の標的となった。その結果 局長が高級タバコや高級時計、高級会社などを所有していることが暴露され、最終的に当局の調査対象となり、公金横領や収賄によって、懲役11年の処分が下った。一方、2008年5月に発生した、四川大地震においては、行方不明者探しや、被害実態調査、 その中で明らかになった手抜き工事等への追求に人肉検索の枠組みが有効な役割を果たした。2009年以降中尾論文は2008年が人肉検索が社会的に大きなインパクトを与えたピークとしている。2009年1月1日には複数の大手掲示板に人肉創作非組織性連盟なる名義で 人肉創作公約1.0ベータ版という文書が投稿された。人肉検索を正しい道に発展させることを掲げた。この文書は他人のプライバシーをなるべく検索せず、個人情報を公共の場で公開しないとしつつ、それらは汚職、腐敗追求と完全懲悪には適用しないとし、ネットユーザーの倫理を訴えかけるものであった。こう。 中尾論文によれば、これを契機として、ネットユーザーの間で議論が活発化し、ネット市民の自治意識の覚醒とも評されたという。2010年頃から、ミニブログが普及すると、人肉検索の舞台もミニブログに移行した。2012年に、チェンカイコーが人肉創作を題材にした映画、創作が、米アカデミー賞作品候補に選ばれた。 人民日報2007年8月10日付記事は人肉検索をはじめとするネットの暴力について以下の批判を寄せた。人肉検索はしばしば標的とされた人物の周囲をも巻き込み周囲の人々の個人情報をも暴露する。一方で中国では個人情報保護に関する制度の整備が遅れており一般人への攻撃の最も激しい時期に 人肉捜索を食い止める放棄はなかった。2009年頃より地方で情報保護条例が作られるようになるが、2008年後半から人肉検索が公共の不正追求に目を転じ始めており、役人が不正追求を免れるためではないかとして、立法の動機への疑いが強く持たれている。2006年4月の同指門事件は、ある掲示板であるユーザーに、 自分の妻と不倫したと槍玉に挙げられた、ドースという大学生本人、その家族、友人の個人情報が暴露され、彼がプレイしていた、ネットゲーム内と現実空間双方での攻撃が呼びかけられた事件である。実際に、ドース本人やその周囲には抗議。 共活の電話やメッセージが殺到し、現実でもネットでも様々な侮辱が行われて、社会生活に支障をきたした。ドースはメディアに出演して疑いを否定、後に書き込みをした人物も自らの書き込みが虚偽と発表したものの、ネット上でのドースとその周辺への攻撃の動きはしばらく続き、また歯止めもかからなかった。2007年12月の死亡ブログ事件は、 妻が夫の不倫をブログに書き残し自殺、夫とその交際相手などが攻撃にさらされた事件である。妻の書き残した死亡ブログは多くの掲示板に転載されて拡散し、夫に関する全ての個人情報のみならず、両親の住所と電話番号、交際相手の女性との写真などがネット上にさらされるに至った。夫の自宅、勤務先、 両親の自宅には電話が殺到した。また夫の自宅の周辺には不特定多数の人物が出没し、時に死んで償えなどといった恐喝のスローガンを書き残した。夫及び交際相手は職を失った。二千七年十二月には中国中央電子代においてネット規制に都合のいい発言をした小学四年生の女子児童が人肉検索の標的となり、 成績を含む個人情報が暴露された。彼女の発言、根高根暴力は流行語となり、ネット上のからかい、パロディの格好の材料にされた。彼女の父親名義で、プライバシー侵害を激しく批判する手紙が公開されており、ネットユーザーの間にも記者の言うまま答えただけであって、悪いのは彼女ではないとする議論がある。2008年4月には、 ある在米留学生が、売国奴として、家族ともも攻撃にさらされる事件も発生した。人肉検索は、個人情報保護に関する、様々な議論を呼ぶこととなった。2007年の、死亡ブログ事件で攻撃にさらされ、通常の社会生活を営めなくなった夫は、プライバシー侵害と名誉毀損で、自分の情報と写真を掲載した。 掲示板と死亡ブログを最初に転載した人物を訴えた。これが人肉検索に関して裁判となった最初の事例となった。2008年12月、裁判所は被告が原告のプライバシーと名誉権を侵害したと認めた。しかし、個人情報保護の放棄がないためにこの視点で罪に問うことはできず。 個人情報を掲載した大手ウェブサイトが4万円程度の罰金を課せられるにとどまった。2008年には人肉検索がストーカーに利用されて殺人事件に発展した。別れて連絡を絶った元恋人の女性を探す男性の虚偽の事情説明に同調した多くのネットユーザーが女性の住所を突き止め、結果女性の住所を訪れた男性によって女性は 視察された。この事件の裁判では裁判長が人肉捜索者は共犯者だと人肉検索に参加した者たちを批判した。個人情報保護に関する法整備は遅れている。2006年に個人情報保護法の専門家案と研究報告が提出されたが中央レベルにおいては実際の立法には至っていない。2009年 チャンス賞助手紙は、助手紙コンピューター情報システム安全保護条例を制定し、個人情報を勝手にネット上に掲載したものへの罰則を規定。これが人肉検索抑制を狙った最初の事例と考えられている。しかし、立法の動機を疑うネットユーザーやメディアの多数からは、猛反発を持って迎えられた。この条例に関して、 政府系の人民網が行った調査で人肉捜索は弊害が多くて利点が少ないと答えたユーザーは3.7%に過ぎなかったという。結局助手師のこの条例は汚職管理の適発、犯罪の検挙などには適用しないという運用を押されることになった。人肉検索によって多くの地方管理が失脚し最強の反腐敗力とも呼ばれた。 インターネット世論が政治をも動かし得ることに唯一絶対の権威が号令する時代の終焉といった中国社会の大きな変化を捉える見方も存在した。2010年代以降は以下のような事例がある。しかし一方で2011年6月から大きく取り上げられた中国赤十字会の腐敗告発では赤十字会に処分者が出ることはなかった。 党と政府によるネット検閲とご冒頭によるネット世論操作の中で人肉捜作も一種のガス抜きとしての機能を認められ利用されているという見方もできる。中国本土以外での中国語圏でも同種のネットを通じた個人特定炎上が存在し人肉捜作の語でも呼ばれている。中華人民共和国の特別行政区である香港では 掲示板の高登り論区が規定と形容される人肉検索の舞台となり社会問題となった。台湾最大の掲示板である PTT や Facebook のグループコミュニティである爆量公社はしばしば人肉検索の舞台となる。台湾でもネットいじめやプライバシー保護の観点から論じられる。台湾において人肉検索が関わった事件としては 2006年に猫虐待画像をネットにアップロードした人物の住所氏名が特定された事件や2009年に多数の物議を醸す記事をペンネームで書いた人物が著名な元ジャーナリストであることが突き止められて炎上した事件などがある2010年には新店市で大学生の運転する乗用車が救急車の進路を故意に妨害 救急車が搬送中であった患者が結果として死亡する事件が発生した。事件後、加害者の親がテレビで行った弁明は世論のさらなる反発を強め、加害者の Facebook にはコメントが殺到、またウィキペディアにも名前、青年月日、学校、親族関係が掲載された。2020年8月、YouTuber の陳の菅のファンは陳にセクハラをした。 男性を人肉検索した結果、男性が反発して、チンを銃撃した。ありがとうございます。